ガンビクは、ノルウェーのトロムスオフィンマルク県にある、基礎自治体。1913年7月1日に、ターナから分かれた、ノールフィン半島の東部からなる。半島の先端、ノールフィン岬は、ヨーロッパ大陸本土の最北端である。また、ガンビク村近郊のスレッドネス灯台は、ヨーロッパ本土で最北端の灯台である。 最大の村は行政の中心地でもあるメハムン村で空港や復帰流点の沿岸急行線が寄港する港がある。地名はコノルド語に由来するものと考えられている。はじめのニャングラは道、後のビッグは入り江の意味である。現在の紋章は1990年9月28日に国王の認可を得た。赤字に漁業の重要性を示す。黄色の釣り針が3つ。 斜めに描かれている。1982年3月12日、ビデロー航空のツインウォッターが、ベハムン村近海に墜落し、乗組員の15人全員が死亡した。これまで20年にわたって4度の調査が行われたが、この事件は依然として、ノルウェー国内で物議を醸している。北部のスレッドネス東大周辺では、多くの鳥が見られ、バードウォッチングが楽しめる。 同地域は自然保護区に指定されており、鳥類の観測所も設けられている。ありがとうございます。